島議長が福岡市民の祭り博多どんたく港祭りで着陣のため筑後の国柳川よりかつての領地福岡の南に会いに参った。我こそは立花家初代免許行説様の娘にして立花屋が住の女上司議長じゃ。福岡の皆様方久方ぶりに我らが領地への里帰りが叶い、これ以上の喜びはございません。戦国時代の九州で戦い生きた我ら戦国最強の夫婦と呼ばれる立花宗茂様と我議長の物語を伝えるため、立花宗茂の議長 NHK 大河ドラマ昇進どんたく会を結成し柳川総理参陣じゃ。参るぞ議長。お前さん、宗重様の妻となり共に立花家と両国の繁栄を願った戦いの生涯に悔いはございませぬ。本日はよう参られた。我らのことを初めて見るというお客人もおられるやもしれぬゆえ、まずは我らのことを説明せねばの議長。御意にございます。我らは筑後柳川地を治めていた柳川藩主立花家の歴史資料をお伝えする立花家資料館のミュージアムキャラクター立花宗茂と銀千代姫でござります。我は立花家初代メッキー同節様の一人娘にして7つの年より立花山城の女上司でござりました。そして我の部下として立花家に入ってこられたのが宗重様じゃ。わしはその後豊臣秀吉様は九州平定の時柳川に領地をいただき柳川城の上司となった。関ヶ原合戦の時西軍についたわしは一旦領地を失い浪人の身となったが、20年後に奇跡的に柳川の大名として元の領地に復活し初代柳川藩主となった。西軍についておきながら江戸時代に元の領地に大名に戻れたのは数多くの武将の中でもわし一人である。それから400年の時を経て同世の若者をよりしろとしこのように現れ、立花家資料館の活動を通じて皆様に立花家の歴史をお伝えしておるのでございます。こたびは我が夫立花宗重様と共にここ福岡市民の祭り博多どんたく港祭りへお越しの皆様に我らの歴史エンターテインメントをお楽しみいただきとも存じます。九州戦国史に光り輝く名門大友の同門衆行陽門の大畑のこと名族立花の名を継ぐ者は立花左近の将軍源宗忠である。
鍋島直弼が柳川に攻めてまいると思うんですか。お前様は柳川城に戻られて鍋島黒田勢にお渡りくださりませ。私はこの館にて加藤勢に備えまする。おなごだけで加藤清正殿の軍勢と戦うと思うんですか。なんというおなごだ。もはや生きてはお目にかかれるやもしれません。これが最後の別れと存じております。お前様人に恥じぬ生き方をなされてくださいます。それだけが認知症の願いでございます。言うには及ばん。わしは高橋常軍の子だ。私は鬼道節の娘でございます。
こんなにも大勢の方々が。それではまたお会いいたしましょう。誠にありがとうございます。